おやや、何か浮かない顔のようですが。ちょうどよかった。セラフィー、タマを呼んできてくれる？タマですか？そういえば幽霊でも見たような顔をしてそこらに浮かんでましたね。ちょっと待っててくださいね。おーい、タマー。ん？タマー？てタマー、返事しろー。わあ、私を無視するなんていい度胸。お前なんかどーりゃーしてやる。タマを連れてきましたよ。セラフィー、いつか殺すなのです。タマ、もう話せる？何でもいいから知ってることを教えてくれよ。はっ、そうなのです。ほうけてる場合じゃないのです。あいつらのようなマシンはほっといたらダメなのです。マシン？嘘じゃないから大変なのです。ちょっと、そもそもマシンって結局何なの？言葉で言い表せないほどヤバいものなのです。いやいや、説明になってないって。破壊のためだけに存在する生きた機械、あれが滅ぼした世界は、言葉の比喩なんかじゃなくて本当に星の数ほどあるのよ。はあ？なんじゃそりゃ。あの有機機械たちは強い弱いじゃなくて増殖して活動を続けるのです。一度世界に入り込んだら誰も止められないのです。あのエナクロ様だって。あの鎧の連中は？あいつらもそのマシンとかいうものなの？あいつらはエクスナインナイツと名乗ってるのです。様々な異世界を渡り歩いて混乱をもたらす騎士団なのです。その目的は不明なのですが、奴らが円環の騎士だったなら少し想像がつくのです。円環の騎士？そうだったのです。何者だ？タマやセラフィーがどれほどの年月かもわからないほど大昔に超因縁があった連中なのです。そっか、あいつらがエクスナインナイツ。じゃあやっぱり目的は全ての世界の破壊なのです。恨みつらみこもりまくりなのです。よくわからないけど、グリモワールがまずいことになってるのは確かなのね。まずいことがマックスなのです。それもタマが言ってる世界はグリモワールだけじゃないのです。このナインウッズヒルモとか？そんなチュンケな話じゃないわ。ないわ。いや、ないわ。世界は一つや二つじゃないのです。この世は三千大千世界を地で言ってるのですよ。三千も世界があるの？マジで？ちなみに三千大千世界って千の三乗で十億って意味だけど。マジで？世界の数に思いを馳せるのはアート。ねえ、一つ確認。結局あれを呼んじゃったのって私たちよね。タマはそう思うのです。じゃあ私たちがグリモワールもその他の世界も危険にさらしてるんだ。うっそ。いや、そんなことは。なんとなく分かってきた。あの鎧の連中は私たちを自分たちが作った予言の通りに動かしてあれを呼ばせたんだ。お母さんを餌にして。やめてくれよ。マジかよ。あ、でもよ、エナクロはミラージュを集めていけば両親にも会えるってそう言ってたから。彼女もあいつらとグルだったの？それは絶対ないのです。え？あ、そう、それにエナクロ様は決して嘘なんかつかない。わかったわ、それは置いておく。
でも、なんで私たちなの？なんでそんなことを私たちはできるの？それはこっちが聞きたいのです。あの、レンやランのお姉さんなら知ってるんじゃないのです？そうかもね。バラムガーデンに戻って聞いてみるしかないか。ラン？あ、もう起きてるかもしれないしな。